おいでナンシー、バーチャルオイランの夕霧と申します。前科3番893番チョエキ太郎です。いや、今日こうやって来たのにはですね、ちょっと理由がありまして、はい、やっぱこの性のお悩みに答えるっていうのをやっていると、はい、性暴力に関するお悩みとかも寄せられてきたりするんですよ。こういうのってどうやってたらなくなるのかなとか、もうなんでこんなことが起きちゃうのかなとか、すごく悩んでおりまして。なるほど。はい。なんかこう、まあ、これなんですかね。まあズバリこれやった側の人たちはどうなんだということだと思うんですが、まあ、もし聞ければと思って今日はちょっと。確かに、はい、この懲役の中にいる人たちに聞くと、うん、そのものズバリで捕まっってるっていう人はあまりいないんですよね、うんうんうん、カップル間の要するに DV とかっていうことだけで実刑になる人たちっていうのはあまりないんですけど、うんうん、もうそこから言って例えば相手が死んじゃったってもうそれは DV どころの話じゃないんですから、うんうん、でもう一つはその今で言う強制性、昔で言う強姦っていうことに なる人たちっていうのはいます。まあ、そこと DV と、うん、あと友人同士お互い顔見知りの中で会うっていうのとは多分3つに分けられると思うんですね、うんうんうん、そうしないとみんな一緒くたにしちゃうと違うということなんです、うんうん、カップル間ですね、うんうん、まあ夫婦間とでもこの同じなんで、うん、もう本当は違います。カップルと夫婦では大きくこの成り立ちは違うんですけど、うんうん、その説明をどうこう言う前にですね、うん、私が思うことなんですが、はい、例えば行為をするときに対して男の方は俺と付き合ってるんなら何をしても許されるっていう考え方がどっかにあるわけですよ。女の子の場合もそれがあるかもしれません、うんうん、それが一緒のタイミングだったら何も問題ないですよね、うんうん、そうですね。だからそれが嫌がられるから頭にくる、はいはい、ほとんどの男のそういう犯罪傾向の強い人っていうのは、うんうん、恋愛云々よりも行為をすることが付き合うことの主軸になっちゃってるんですよ。あー、なるほど、はいはいはい、はいはい、デートをしたり食べる、そんなことはどうでもいい、そのやる、うんうん、最初のうちはやりたいがためにそれをやるんだけども、そのうちそれもいいと、はいはい、やらせろっていうことなんですよ、うんうんうん、それが応じられないから頭にくる、暴力に行くって、脅せば応じるっていう風な悪循環になってそういうことが多いっていうのを感じるんですよね。はい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 、はい、でそれを男の方も男らしさと勘違いしてる人がいる。あ、俺様が、俺が、相手は喜んでる、うんうん、これは大違いだと思うんです、うんうんうん、で、うん、何を偉そうにっていう風に言われるかもしれませんが、うん、ここからはこんだけのことを言ってるんで、うん、懲役太郎が実際思って感じて行ったことっていうのがあるんですね、うんうんうん、男性自身の、うん、ゆりぎりさんたちの言い方、ご子息ですね、ご子息を、はい、女性の方のお口に含ませて、うんうん、自身を放出するという行為がありますよね、はい、その中で。これを当たり前のようにやっているかもしれませんが、懲役太郎が20代の前半ぐらいかな、うん、まあそういうことに没頭しててふっと思ったことがあった時に、うんうん、これって喜んでやるのかなってふと思ったわけなんです、うん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 、でもこれは自分が好きだ、うん、愛情がある、好きだという前提ですよね、うん、そんなに綺麗でもないのに、うん、これって普通に放出した時に喜んでるのかな、うんうんうん、んなわけねえよな、うん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 、でもどうなんだろうと思って、うんうん、懲役太郎、その自身の放出したものを自分の口に含んでみました、うん、おお、だっておかしいじゃない、これみんなやっぱり男の人で、俺聞いたことないですけど、うん、そんなもん気持ち悪いっていうかも、でも自分が好きで愛情があって思う人にやらしてるんだったら、やってそれをペロッとしてみたんです、うん、はいはい、いやー、これとてもいいものじゃないですよねだから変な話、うん、ペッてなっちゃうわけですよ、うんうんうん、それが自然の人間の行動心理ですよ、はいはい、でも結城さんがおっしゃったようにそれをするっていうことは相手に愛情があるからこそですよね、うん、いろんな気持ちでそれを受け入れてあげるっていうことなんですよね。みんながそれをしろとは言いません、う
女性の方にそれができる、こうなったらじゃあ懲役たのが偉いとかじゃない、それができないような男とは付き合ってはいけないっていう、初めて付き合うような人たちにこんな話は無理ですよ、うんうんうん、今まで付き合った彼氏にその DV だとか怖い思いした、うん、次付き合うとこの踏み絵ですよ、うんうんうん、付き合うとなると、うん、いろんなことが発生してそういう暴力的なことがあるっていう子だと、うん、結局その女の子が誘発してるんじゃなくて、うん、男に調子に乗らせてしまう優しさがあると思うんですよ。あーはあ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 、ここまでもいいだろう、あそこまでもいいだろう、うんうん、でもふっとした時にじゃあ口に含んだ時をそれを接吻で返す素振りをした時に本気で嫌がるかどうか。そうですね、うんうん、だって自分がされて嫌なことを相手にしないんですよ、うん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 、相手にしてしまったんなら自分も受けるべきですよ、それそれが好きだってなってなってくるのまた違う話になりますけど。それはそれでね、マニアックな行為になってもそのいいとも悪いとも言いませんが、うん、ただその時の相手の表情です、うんうんうん、それでうわやめろってなるなら、うん、その人はどうかと思います。はい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 、難しいようですけどここは大事なとこだと思います。簡単に言ったら自分が嫌なことをなんで人にさせるんだっていう、そうそうそう、上位太郎が言ってるのは男側の極論なんで、うんうん、女の方がそれは自分のキャラクターというか自分の言い方で言った方がいいと思うんですけど、うんうん、もちろんもちろん、そういう風でそこの話に全く乗ってくれないんだったらどうかなっていうのはあると思うんですね、うんうんうん、確かに。